はい、こんにちは、サルウィンです。いやなんかシューティング熱がすごい上がってきて、うん、あーこれサウンド音量変えられないんだっけ。ミディだとどう？いやでも結局なんだよな、あー音量調整するなら編集入れなきゃダメか。ちょっとマイク音量どうだろう。まあいっか、まあまあ私の実況するほどのことでもないしね。とりあえずまずリハビリですよ。で今フルスクリーンで録画する手段を、ただちょっと画質が荒くなるかもね。でボムは使う、縛りなし、縛りなしでいきましょう。まあ一応32ビットにしとこうかな。フルスクリーンみたいなね、ウィンドウモードにするとダメになっちゃうんで、コーマ表は。ボム。低速移動あるんだね。低速移動がある。OK。さあ、行きましょう。とりあえず、ノーマル。ノーマルクリアしよう。まあ、全画面だったら、全画面だったらそこそこいけるんじゃない？私どうしてもやっぱマスタースパーク好きなんでね、どうしてもね、てかマリサのマスタースパークマリサになっちゃうかな。さあ、やりやすい全画面。フルスクリーンのやりやすさよ。ウィンドウモードってね、画面小さいから、めっちゃ手伸ばしてんだけど。いや、いい。とりあえず欲張らないことも大事よ。クリアするならね。まずは知らないこと、知らないこと。緊急回避でしっかりボム使っていこう。アイテム回収あったっけ？ないよね。危ない危ない危ない。でも集中しとこう、集中。集中力大事だからね、集中力。待って、時間ない。いやでも逆になんか画面がでかいとやりやすいようなやりにくいような、まあ絶対やりやすいはやりやすいんだけどね、やりやすいは間違いないんだけど、東方は4面までは簡単だから、本当はねっていうか、4面から難しいから4面まではノーミスでいこう。とりあえず、まあ、ずっとノーミスが一番理想的だけどな。さあこの辺は読まないでいきますね。そもそも今ちょっとね、喉やってて、あんまり喋れないんで。まあ、実況もほどほどできます。さあ、ルーミアさん。とりあえず、死なないように。で、死にそうだったら、もうボムガンガン使っていこう。とりあえずクリアすること。ノーマルクリアすること大事。ノーマルなんかね、すぐクリア、昔は簡単にクリアしてたんで、クライムやっていこう。だいぶ腕が衰えてますからね。集中してこ、集中大丈夫、集中。集中。あんまり構えすぎなくていいんだよね。危ないと思ったらボムしっかり使っていこう。ボム使っていけば、トーストを死なないからね。オッケー。まず1目は簡単。さすがにね。あと全画面やりやすいっすね。フルスクリーンって偉大。さあ、だんだん難しくなってくるよ。さあ、どうしていこうか。ノーミスでいきたい。
で、ボムは3発あるから無駄にしない。しっかり使っていこう。あ、取れなかった。ボムが出たと。あーあ、これ鉄かこれ鉄か、背景だと思った。背景じゃないよね。背景じゃないわな。あ、あー、扱いで、ボム4発か。あ、でもボムって、あれか、なくならないんだっけ。あれでもどうだろう。あー、まあ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 、こっからよ。まだまだ全然、まだ巻き返せる。まだ回る、まだ回る。危ない危ない、危ない危ない危ない、危ない、結構これ怖っ。あれ、こんなだったっけ？やばいな。こんなので慌てちゃう。さあ、チルノですよ、チルノ。あ、いや、意外とやりづらい。慣れてくると本当強気でもっと目の前で戦ったりできるんですけどね。あ、これ無理これ今の私じゃ無理だな。集中モードじゃないと無理なんで、これはね、ちょっと無理しない。あ、名曲来た。これパワーになりました。あ、これ逃げ場所が違う。危ない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 、気をつけて気をつけて気をつけて、集中して集中集中。懐かしいとか、こんなやったっけ。危ない、一瞬今やられるとこでしたね。危ない危ない、俺が動きだっていうのはっていう。内側に行くのか、入れますね。冷戦、こう冷戦。OK! いやー、最初の。いや、まあ、今んところ順調かな。リハビリにしては順調。うん。やれてる方。問題4面からだからね。コーマ教もこうやってつけると名曲多いですよね。名曲揃いですね。まあ、東方でまあ、名曲じゃない曲の方が少ないと言ってもいい。全然バカすぎていた。撃たれる前に倒す。無理だね。あー、もうこうなると辛い。後手に回ると辛い。後手に回っちゃうと辛い。まあ、避けていけばいい。無駄、慌てずに避けていこう。アイテム回収はもう、最小限。知らないこと大事。知らないことマジ大事。あっぶね。ああ、今キャットした。ああ。おう、危ないね。まあ、このぐらいだったらまだ避けられるね。出た、ホンベリンさん。これはウィンドウモードじゃなければ避けられるね。隙間がちゃんとまだ見える。フルスクリーンなら隙間が見える。ワンナップ行くってんの。いい感じじゃないですか。まあ、でも言うてだってね、4面まではね、お遊びみたいなもんだからね。4面からですから、4面から。危ねえ、今の危なかった。閉じ込められるかと思った。全然上見れてないな。本当はもっと上見なきゃいけないんだけど、上見ながら行かないと。
さって、やばくなったらボムガンガン使っていくよ。冷静に行こうぜ。とりあえずクリアすること、まずノーマルだよ。ノーマル、この上にね、まだねハードとルナティックあるから。そう、昔ルナティックにちょっと挑戦できるぐらいの腕はあったはず。ルナティックはクリアできなかったけどね、ハードクリアできたくて、ハードくらいはやったって言ってるな。オッケー、タタ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 タ、危ない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 、避けて、しっかり避けて、これ無理。いや今の耐えられたかもしれないけど、とりあえず周りのゾコも散らしたいから、これはやっていこう。おお、なんかマックしたアイテムか避けらんねえと思った。懐かしい、これまだノーマルだからね、ノーマルぐらいになっていかないと。この緊張感いいな、やっぱシューティングゲームのこの独特の緊張感いいよね。無理無理だと思ったら即ボム。とりあえずクリアするの目的だからいいです、ね、甘えてもいい、多少の甘えはあっていい。危ない危ない、あー下手くそ、あーやった、やらかしたちょっと調子になった、やったね、やっちゃいましたね。まだいい、まだ巻き返せる。さあこっからよ本番は。いやー、こっからはガンガン、多分通常ステージでもボム使っていくことになる、間違いなくね。危ない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 、待て待て今すぐに危なかった。タタンタタン、うわー、せっかく曲で隙間をしっかり見て、やべえ隙間がねえ隙間がねえいや、あったけど今の私は無理だね。昔の私なら余裕で擦り抜けられるやつだけど、いやー、辛い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 、アイテム取れない。あー、もう無理、やめようやめようもう無理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 はしない、絶対もうボムを無駄にしない、死んだら元も子もない、ボムはしっかり使っていく。いやー、いやー、どうかな、まあ、実狙いがないからそんなに。いやだ、辛い辛い辛い、 OK、ただ当たり判定中心じゃないと平気だから、いや無理あー無理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 、ボムガンガン使っていくよ。いいですいいです、いや、ね、ボム全部使い切ってから排水の陣でいいんだよ。クリアするならそれでいい、スコアハイスコア狙うならボム使わない方がいいんだけど、ノーボムボーナス狙っていくあるんだけど、とりあえずはいい。あー、これはきついやつやな。まあ無理はしない無理はしない、あ、危ない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 、気をつけて気をつけて気をつけて、ふぅ、あー、まだか、長いんだよな結構ステージが。これボム使うか使うか、使おう、あー、使わなくてよかったやつ、耐えられたね。まあ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 、まあ気を残している、しっかりと気を残していく。アイテム回収は二の次、アイテム回収して死んだら意味がない、危ねえ、今の危なかった。ああ、もうボムがない、あっあ、フルパワーボーナスもらえたんだけどね、逆に一回落ちてからもうフルパワーボーナス狙っていく。ステージ長くない？長くないよね。長いよ長いよ。無理無理だ。今の私じゃ無理だ。昔の私これ避けられたんだけどな、全然。さあ、パチュリーよ。パチュリー。やれるか？パチュリー戦あんま覚えてないんだよな。ボーカル曲歌いたくなってくるな。であんま覚えてないな、もう
あ、ボムは惜しみなく使っていくよ。やばくなったらボムは使う。使おうか。いや、今使わなくてよかったね、これ。もう倒せたもんね。今の、今は倒せた。どうだ、いけるか、いけるか。もったいない、やらかした。調子に乗った。調子に乗ったね。簡単なのは結構あるから大丈夫。今危なかった。今ゾクッとした。無理ー。危なかったね今の判断。無理ー。もう下手くそになってるな。ほんと下手ですね。ちょっと自分でもへこむんだけど、まあ、しゃあない。もうブランクが長すぎる。まあ、結構覚えゲーなとこあるからね、シューティングって。しょうがない。これ簡単。これは簡単だな。これはいらないな。オッケー、超えたー。さあ、ごめんよ。さあ、昨夜さんステージか。冷静にね、冷静になっていけばある程度さばけるから。無理冷静じゃなかった。でもまあ死ぬ、ただ死ぬよりはマシ。避けられたかもしれない。でもかもしれないじゃダメなの。かもしれないじゃダメだから 100% 避けられるかという保証。ここはやばー。ダメか。スリッパーモードって。いやー、無理。ガンガン使ってこ。いらっしゃいませ。タクヤさん、やべやべ、隙間ミスった。ここ結構使うとこじゃないだろう。今のはもったいなかったね。多分そんなにこのタクヤさん強くないっすよ今。もったいない。今避けられる気がした。やった、やらかした。もったいないやつ。いやー、もう使ってこ。ナイスワンナップ。タンタロンタ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 ン。いやー、使おうかいやー、もったいないけどね。とりあえず使ってこ。4面からはね、地獄ですね、結構。オッケー、間に合ったやつ。ジャストなんていうテクニックだったっけ。勘弁してくれー。いける、オッケー。あと2機か。全クリできるかな。このやりとり好きですよ。さあ、タクヤさんは強いからね、頑張って倒してこう。いかに死なないで生きるかだよね。まあ、これも見切ればそんなに難しくない。これはいけるかな。パターン読めるやつはなんとかなるな。パターン読めるやつはね。
速く攻略していこう。まあ、ボムないから、ノーボムだからこそね、シャーと務め。あははあだだあしゃしゃーだってさ。やめてください。やめてください、ディオ様。最悪使わなかったから。あー今、いやーちょっと待って、あーちょっとな、何そのタイミング。いやいや、やらかした、やらかした。完全にまでやらかして。いやーもったいな。なんか、どっち止まってから押せなかった。あ、嘘。ごめんなさい、コンティニュー、コンティニュー使うね。ノーコンティニュー、とりあえず久しぶりだからクリアまで行こうか。コンティニューありきでもいいからね。まあ、一番緩い状態でやっていこう。だって私ノーコンティニュークリアぐらいできますからねって言っとく。でもダメだ、過去の栄光だから。いやーこんなだっけ、てか下手くそになったもんですね。言い訳できないわ。しょうがない、ノーコンティニューでもいい、ノーコンティニューじゃなくてもいいからクリアしよう。さてさて、うお速度、こう急に動くのやめて。ああ戦いづらい。使っていく。これは誰でもクリアですよね、こんなコンテンツ使ったら。さあ、ラストよ。さあ。久しぶりだな、このステージやんの。ここはボム使うか、使おうかな。出し押しにしても使わない。あー集中、危ない。集中してたんだけど。まあボム帰ってくるしね、いいですよ、痛み分け。さて、来ましたよ、デミリア。さあ行こうか。まあコンティニュー使うからね、まあクリアはできるからな。とりあえずノーコンティニュークリアできるところからリハビリしていこうか。さあ、OK。やばい、追い詰められた。くそ、ダメだった、忘れてた。危ねえ、今死んでたよ多分。無敵時間があってから言ってた、ありがとう。なんでもないところでボム使っちゃうやつね。結構なんでもないところ意外と強いんだよね、なんでもない攻撃。あーダメだ、今の私じゃこれ避けらんない。
避けづらいけど避けやすい。パンチを見つければ簡単。これは簡単だね。さあ、ブロードチェックしての呪い。あー、これやらかした。そっか、そうでしたね。これはダメだ。でも捌ける気がしない。ないから、まあ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 、これはまあさばけるかな。まだふぅ、バーレットシュー、あー危なかった、危なかった、死ぬとこやった。さあ、レッドマジ、いやー、やべ、もう使おう使おう使おう、とりあえず使おう。あー、これ今当たんないんだよね。そうだ、忘れてた。まあ、しょうがない、回避、緊急回避もボムの使い道だ。無理づけー。あワンナップナイス。これは使っていこう。あんま入んないんだよね、ここはダメだね。実体があるときしか当たんないから、ここだね、ここ。避けらんないかな。あれましたよ、これレッドマジックで耐久、耐久だったっけ、これ耐久、耐久か。じゃあゴムガンガン使って、さあ、こっからはボム出しだから。なんか確かでもアンチあったっけな、これなんかアンチあった気がするな、忘れちゃったな。もう最近はね、アンチがあるやつとないやつがあるからね。まあまあまあ、まあ、アオフ、さすがエクステンドがなければ終わっていた。27秒、まあヤバくなったらボム使えば耐えられるか。10秒14 13 14、ギリギリまでに耐えられるか。もう今秒数見ない。あー、惜しかった。耐えたくなかった。耐えた。あれ、なんかバグった。あれあれバグったあれあれあれ、もしもーし、あれ、こんな仕様だったっけ。あれちょっと待ってこんなだったっけねえ、絶対これバグったよね。バグった。もうスパースパー。あ、終わった。あれあれだったっけ、一定数ダメージ与えるんだっけ。いや、そんな人だったっけ、嘘まあいいや、とりあえずコンティニューありきで全クリしました。薄暗い森の中、森をいつまでも明るさとに戻すことはなかった。まあ、コンティニュー使ったからいいエンディングじゃないんでね。薄暗い夏、日差しの当たらない日はまだ続きそうである。バッドエンディング。ノーマル上でノーコンティニュークリア目指そう。はい、まずここだよね。エクストラの解放条件も確かノーマル、ノーマルだったっけ。ハードか。はい、1995年そんな昔か。
95年って待って、そんな古かったっけ。まあ、高画鏡の初期は、初期だからかな。これ一応リメイクだもんね。2002年だもんね。まあ、それでも2002年か。16年前だよ、16年前。16年か。そんなに経ったんだね。カンベス様。早起き。お疲れ様でした。とりあえず。あ、なんか昔やったのが残ってる。まあ、サルビーにしていこう。何回インストールして何回アンインストールしか分かんないぐらいやり直してるからね、東方に関しては。PC 変わるたびにやってた気もするしね。まあ言うほど PC 変えてないんですけど。はい。いやー、コンティニューがね。そう、ボムもね。だからボムなしとかもね。あ、いいですよ。というわけでね、しばらく多分東方強化月間やっていくかもしれない。はい。まず、コーマ鏡、そうね。コーマ鏡難しいんですよね。というわけでお疲れ様でした。頑張っていきましょう。とりあえずまずはノーマルでノーコンティニュークリアね。まずそこやってエクストラ出して。エクストラ確かノーマルノーコンティニュー出たはず。ハードだったっけな。昔エクストラ、でもエクストラもね、クリアできたか、できたかな、やってたもんね。昔。そこまでやりたいと思います。お疲れ様でした。バイバイです。